元気皆さん、おはようございます。どんちゃんでございます。皆さん、お待たせしました。ビオラの水耕栽培その後どうなったのコーナーでございます。いやー、テンション上がらんね、この状況を動画にするというのは。次のドンチャンネルまで話したけれども、なかなかシビアな状況でございます。目の前に見えてるのはバジル。この子はよく育ってる。しっかり水耕でも育つんだなと証明されました。ありがとうございました。今ね、郵便屋さんが目の前を手紙を届けてくれたんやけど、いやね、あの郵便屋さんね、ありがとうございましたって言ったら、ね、お疲れ様ですっていう、ね、なんかいいよね。お疲れ様ですって言ってくれる。いやー、何の話しとったっけ？あ、そうそう。目の前に見えてるのはね、バジルちゃん。これめちゃくちゃ育ってんのよ、水耕で。これ水耕やげんね。どんどん成長するよ、これ。根っこもすごいしさ。ちょっとすごいのよ、ほら。ねえ、こんなことになってんの。ただよ。なんせ、ビオラちゃんの問題ですね。ビオラちゃん。さあ、早速、ビオラちゃん、お越しいただきましょうか。ね、それが、こちらです。じゃじゃーんと、はい、見えますか。ちょっと、水が垂れるけど、この感じ。全く成長してございません。ねえ、なんとも、ちょっと動画にするかも迷うレベルよね、これ。これです。根っこはほとんど水で、なんか腐れてんのか、ちょっと、もうね、新しい根っこも生えてきてなくて、上の葉っぱもしゅくちょくちょなっとって、色も悪いし。いやー、これね、実験の結果としては、ビオラは水耕栽培できませんという結果になったんではないでしょうか。いやー、難しかったね。全然違うもん、根っこの出方が。これバジルはね、こんな根っこ出てんのよ、これ。ほら。ただビオラちゃん、これ綿なんやけどね、白いの。ないの、根っこ。この違いね、これ。この違いよ。だから、今日は早めに土に植えてあげたいと思います。なので、結果としてはビオラの植え付け動画になるかな。ここから復活してくるのかわからんけどね。とにかくちょっとやっぱ土じゃないと無理だと、ビオラと言っておりますから。早速ね、植え付けしていきたいと思います。ちょっとね、場所を調整しますからね。はい、というところで早速もう一回見てみようか、ビオラちゃんを。これね、この感じ。やっぱね、根っこさ、ほとんど根腐れしてるもんね、これ。白い根っこ見えんでしょ。そう、新しい根っこも出てきてないし、育たんのやなーって感じ。これを今から土に植えても結構限界があるんじゃないかなって感じやけど、いや、これちょっとやばいことになっとるんですけど、緊急事態です。植え付けもできないかもしれません。この動画やばいです。え？今ちょっとやばいの見つけちゃったんだよなと思ってね。ふとね、これがさ、ポロって取れたのよ。あれ？って思ってね。おかしいなぁと思いよったら、なんと、取れちゃう。これは、いわゆる、根腐れしてます。完全に根腐れしておりました。これです。ちょっと、これ、やばくないですか、これ。ただ、根腐れして切れたところから、水耕の根っこは出てるね。だから本当水差し、
してた状態になっちゃったんだろうな、これ。いや、これは厳しいな、ちょっと。あら、どうしよう、どうしよう、こみんな。土に植える？いや、植えた方がいいよね、まだ生きてるけんね。こんなことになるんだな。見てこれ。ほら。根腐れして切れてるもんね。いやー、ちょっとびっくりだな。こんなことになるんだ。知らんかったね、みんなね。水で刺してるとこんなことになるらしいよ、ビオラ。だからやっぱ土でね、植えてるのしか見たことないけど、弱いんだね。いや、これをね、植えて、どうなるかっちゅうところやけどさ、ちょっと植えては見るもののよ。これはそのまま枯れるんじゃなかろうか。いや、これはちょっと動画としてどうなのやろうかね。撮っては見たもののよ。いや、これ厳しいな。ちょっとほんと動画上げるか迷うレベル。迷うレベルやな、これ正直。でもコメントでね、あのビオラちゃんがどうなったか気になりますって言ってくれる人もいたから、もちろんね、気になってる方のためにあげるのが、まあ、YouTuber としての宿命ですからあげるけど、これはちょっとテンション下がってます、私今。企画としてはね、面白いかなと思ったんやけど、これ刺してちょっと育てようかね、とりあえず。ただ土があんまりいらないし、だけまあプレステラに植えようかな、急遽。ちょっと大きい鉢持ってきとったんやけど、ちょっと小さめの鉢持ってきますんでね、お待ちくださいね。いやー、なかなかね、うまくいかんですたいね、ほんと。このね、小さいプレスタに挿し木する形になるのかな。あ、でもこれから育ってくれたら嬉しいじゃないね。いやー、ほんと、まあ、これが園芸かもしれんね。全てがうまくいくわけでもないしね。いや、まあこういう回もあっていいんじゃないでしょうか。まあでも言うてね、僕の動画でうわ花いっぱいとかね、やっちゃみたいにドサーみたいなしきらんから、まあこういうことも園芸であるんだよと、ね、枯らして終わりじゃないんですよと、いろいろね、やり方もあるんだな、どんちゃんもあの枯らしてたから私も枯らして大丈夫なんだなとかね、まあ、心の支えになってもらえばなと思っております。早速ちょっと植え付けの方やっていこうかね。悲しい植え付けになりますけれども、ここから成長したらすごいじゃない。多分ね、植物強いから大丈夫と思うんだよね。今回ね、植え付けするのはこちら、プランター培養土、いつものやつに挿していく。植え付けをしようと思いよったのに、挿し木の動画になってしまいました。土をね、入れてからもう挿していくだけだから。それでちょっとこういっぱい入れさせてもろうて。なるほど、カラスがえらいおるんやけど今日、ちょっとやめてよ。やめてください。撮影中です。ねえ。えらいカーカー言うてますけどね。こちら作りました。ちょっと見えるようにしようかな。見えるね。プレステラ90ね。みんな大好きプレステラ。そこに穴をほがして刺していく。それだけですけどね。それも楽しんでいこうじゃないのと思うわけですよ。いやー、ちょっと、これですよ。これです、ちょっと。いやー、やっちまいましたね。やっちまったな、ほんと。これだもん。ただね、やっぱ、こっからよ。こっからね。でもこれほら、挿し木だから、絶対ね、根は生えるから、心配いりませんよ、と。みんな、今ね、動揺してるかもしれないけど、大丈夫。必ず再生しますから。ね、ここでね、ああ、もうダメだ、ちょって、捨てるのはもったいない。挿し木、植物、いきます。本当に強いから、枯れ葉取りながらね、もう枝ごと埋めちゃうと。本当は一本ずつがいっちゃろうけどね。それようわかるばって、ちょっとこのまま根っこも出とるし、挿してみます。下の方の葉っぱを取った方がいいんじゃないですかと。
や、わかります。でも刺すんです、僕は刺します。多分すぐね、根っこ生えてから元気になると思うから、まあその動画もお届けできたらいいな。あのビオラ全然出てこないなって思ったら、うん、そっとしておいてあげてください。人生ね、全部が全部うまくいくわけではありません。本当に僕は人生と同じです。ビオラちゃんの強さを信じて、ただ刺すだけです。はい、刺しました。ちょっとねなんでこんなに元気が出ないのよ。いやー、ちょっと久しぶり動画撮っとって、なんかこう手応えのなさ、本当に申し訳ない。明らかにテンション下がってるよね。いやー、これも人生なのよ。うまくいくもんじゃないじゃん、本当に。うん、挿し木したけど今ね、これがね、本当に全部が全部うまくいくのが園芸じゃないというお手本になればいいなと思いますよ。今日はね、ヘリコプターとかカラスとかいろんないろんなね、あの音が入ってくるわ。ビオラ根腐れしとるわ。非常になんか動画としても撮ってても辛い。ヘリコプターは2機飛んでます。自衛隊機が巡回しております。いやー、なんという日だね。え、夜勤前に動画撮ってるのに、これがリアル、リアルでございます。もしこのビオラがね、成長してほしいなという方は、チャンネル登録、そして応援してあげてください。グッドボタンで。はあ、いろんなことやったからこういうことが感じれる、ね、いろんな動画を上げていろんな反応があるのを見て、ドンチャンネル成長していきますから、ぜひともぜひともこのビオラちゃんを応援してあげてね。僕も応援してあげてね。はい、というところで、でこの後の、はい、反省会のおしゃべりはドンメン限定で流しますから、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてね。次はね、元気な元気な元気なドンちゃんで登場しますから、お待ちくださいね。というところで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。